岩佐洋一に一番近い島。やっぱりバイク、ね、新車使って改造してカウルも作ってっていう、ね、ちゃんとしたことを知ってたんですけど、ちょっとそれもなんか見せすぎちゃったのかなっていう。だから特番もね、やってたと思うんですよ。うん、特番もやってました。特番もやってました。うん、なんか、記憶があります。なんか。割と売りのシーンの一つの、ムーンライト号が、はいはいはい。トレーラーを飛び越えるっていう。はい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 、はい。ジャンプで。あるじゃないですか。はい。あれの撮影を見せちゃってんですよね。なあ。だから。完成したフィルムも流してるんで、劇場で見たときは、あ、テレビで見たやつだっていう。そうそう。だから、ちょっとね、見せすぎちまったかなっていうのがありますよね、なんかね。ありました。しかも、その、公開前に、その辺もね、見せてましたし、新聞記事とかで、あの撮影でオートバイが2台クラッシュしたとか。あ、はい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 。ネタバラシもすごかったんですよ。せめて公開後にしませんかって思うんですけど、今にして。今、宣伝の仕事もしている身としては、ちょっとパブ間違ってるねっていう。やっぱりね、情報解禁ってね、今だとよく言われるじゃないですか。ね、それがやっぱりなかった頃ですもんね、あれってね。もう何でも話題になればいいんだみたいな感じで、見せちゃえとかやって。これだけすごいことやってんだぞって、いや、だから隠しとかないといけないこともあるよっていう。そう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 。あと、しほみさんが綺麗でしたね、あの映画はね。素晴らしかったです。まさにあの後ね、里見八犬伝とか、それこそ二代目はクリスチャンとか、はい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 。ダンスキングに至っていく過程の、もう、日々美しいという街道だけを上り詰めていくだけのしほみ悦子。ですよ。その、なんかもう、先駆けなのかな、わかんないけど。いや、大好きでした。だからやっぱり真骨頂は、まあ、しおみさんもね、冒頭のあの強盗シーンから、軽快なジャンプ見したり、はいはいはい。神宮球場でね、身代金の受け渡しをするじゃないですか。はいはい。ラジコンヘリで身代金釣り上げてっていうの、あれは簡単に電波妨害されて終わるんじゃないかなとか、いろんなことも思うんですけど、まあ、というか、で、その時に、その神宮球場から去る時に、ロープで。あ、はい、はい、はい、そうですね。もう、ここは、しおみさんの真骨頂ですよね。ですね。もう、あんなことがやれる女優は、後にも先も、しおみさんだけだと思います。あの時。ね、なんかね、しほみさんが出てるから、なんか、東映の作品みたいなイメージがちょっとついたんですよね。あと、だから、ちーさんが出したり、ちーたけおさんが出したり。はいはいはい。ね、それこそ、探偵物語で有名な、あの方、山西さんでしたっけ？山西さんは。山西道弘さん。山内みせひろさん、顔がちょっと。成田みせひろさんとコンビの、あれ、山何みせひろさんだっけ、お忘れしたんですよ。あ、山西みせひろさんですね。はいはい。山西が出てくるんですね。割と、当時のね、あれなの、時期的で、しかも沢田幸宏監督なので、はいはいはい。探偵物語の、名脇役チームが割とこぞって出てるんですよ。だからね、ちょっと今見ると、ぜひ探偵物語ファンに、だから松田優作がいない探偵物語みたいになってるんで。ああ、なるほど、なるほど。探偵物語でロケしてるところも使ってますし。なるほどね。ああ、でもそういう、なんかわかるな、それ。すごくね、探偵物語臭い部分があるんですよね。うん、まあ、作品の質的にもね、アクションもんなんで、基本は。まあ、そうですよね。そうですよね。監督ですから、やっぱそうなりますよね。
まあ、探偵物語も監督されてるわけですから、しょうがないですよね、もうね。もう、あの、車がクラッシュ、カーアクションのシーンとかもう、まんま、あの、大都会だったり、西部警察。まあ、それも監督されてますからね。同じじゃんっていう、まあ、やっぱここがしやすいんですねって監督に伺ったら、あの、そうだよって一言で終わりましたけど、ああ。当たり前の質問をしてしまったとか思いながら。ね、でも、あの、沢田監督、なんか謎なのが小鹿物語ですよね。ああ。そうですね。なぜ、あの監督が。これなんかお聞きした覚えがあるけど、なんだっけな、ちょっと忘れちゃいましたよ。なんかね、いきさつが当然あったんですよ。まあまあ当然そうでしょうけどね。だって、それまでずっと、なんか、どちらかの男臭い、アクション映画を撮ってて。うん、アクションの騎士と言われた一人ですからね。はいはい。そうですね。だから、倉原さんがね、あの、北狐をやるのはわかりますけど。なんかね、沢田監督はなぜ小鹿物語っていう、まあ、そういう意味ではまだ月光仮面の方が納得がいきますよね。いや、全然いきますね、全然いきます、うん、で、あの、松田警部は藤岡拓也さんですからね、はあ、警部も当然テレビシリーズからのキャラクターですけど、まあ、藤岡さんのあの関西弁の刑事はもうすごい画面に厚みを与えて豪華キャストですよね、とにかく。まあでも本当、あ、まあ大々的に宣伝してるから、やっぱりキャストもやっぱりね、あんまりこう、なんか、ちゃんとしないといけないみたいなね。そうですね。やっぱり超大作だったわけですから。はい。だからそれで、それで、まあ驚くのか、驚きはしないんですけど、あの、要は月光仮面役ですよね。はい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 。桑原大輔さん。すごいのが、とにかく、まだほら、あの、テレビの月光仮面、映画の月光仮面は、岩井十郎がなんとなく正体かなと。はいはい、そうですね。そうですね。匂わすシーンをただ作ってます。でなんとなくわかるんですけど、ほぼないんですよね。そうですね、ほぼないですね。で、これも、佐田監督に伺ったんですけども、結びつけるようなシーンは一切撮らないようにしたと。はあ、狙いだったんですね。月光仮面はもう本当にどこの誰かは知らないけれど。で、それはもう河内広範先生の狙いでもあったんで。はいはい。なんですけど、これ、相当やりづらいですよね。やる。まあ、そうです、ね。狙いはあるんですけど。桑原さん、ちょっとお気の毒だったかなと思う。うん。なんか、そう、それっぽいシーンを、まあ、あるにはあるんですけど、分かりづらすぎて。はいはいはい。まあ、さすが監督見たら撮らなかったというだけのことはありますね。意識的に、とにかく、月光仮面はもう、あの、正義の象徴なんだと。いいの、助っ人なんだと。人間なのか、超自然的な存在なのか分からないように。そしたらでも桑原さんの立場はとか思うんですけどいるって話になってきますからね。ここまでは言いませんけど桑原さんもだから当時その大都会とかにもゲスト出演されてたり、はいはいはい、桑原さんも出てるんじゃないかな、出たりして結構その石原プロ寄りの作品に多々出てらっしゃる方だったんですけど、まあその辺もあってね、あの大抜擢とはなったんですけど、ほとんど、だから、あの、ジョージ・オハラっていう生物学者、植物学者かな、うん、アメリカ帰りの。はいはい。ジョージ・オハラ。はい。設定なんですけど。ジョージ・オハラの時のテリフってほとんどないんですよ。そうでしたっけ、ちょっと覚えてないな。ほぼないと言って差し支えない。だって覚えてないんじゃなくて、ないんですよ。ないから覚えられないんです。なるほど。一言ぐらいあったかね、やーぐらいあったと思うんですけど。あ、だからあの月光仮面の声なんです。ああ、なるほど、なるほど。だから紛争の吹き替えを、声を当ててる。うん、声優さんと一緒の立場だったんで。あれ、ちゃん
せめて月光仮面の声、桑原大輔って出してあげた方がいいんじゃないのとか思ったんですけど。まあね、それもやっぱりハテナになっちゃうから、月光仮面の場合は。ある意味ノンクレジットですよね。ジョージ・オバラ役なんですよね。桑原さんは月光仮面ではなくて。そうすると、まあちょっとかわいそうですよね。そうなっちゃうと、もう完全にね、鈴木瑞穂さんと竹林健保と、塩見悦子さんが印象に残る映画っていう。まあそうなっちゃいますよね。そうなっちゃいますね。月光仮面以外で言ったらって話ですよね。この二人ばっかり印象に残っちゃう。まあ、あと原田大二郎さんがね。ああ、そうですね。原田大二郎さん。とにかく、桜井千里さんとか豪華キャストで。そうさ、そうだ、桜井千里さん出てた、出てた。出てたよ。やっぱり、あの、周りが濃いから余計に。はいはい。まあ、ちょっとそういう意味では、まあ、まあ、全然違いますけど、バットマン的なところはありますよね。ああ、だから、あの、ティム・バートンのバットマンの走りというか、走り。はいはい。走りって、まあまあまあ、でも、あの、気持ち、言わんとしてる意味はなんとなく。なんか、ちょっとバットマンっぽいじゃないですか。バットマンもやっぱり、その、普段のあれの時は全く感じさせないで、で、バットマンがいつの間にか現れてっていう。で、基本的にね、変わり者っていうですね。はいはい。いいじゃないよねって。変わってるからやってんだよねって。やりたくてこんな格好してんだよねっていうところも結構共通してるんで。そうですよね。そうですよね。ね、バットマンも別に、あの、正義のためにやってるわけじゃないの。はい。ゴッサムシティのためとは思ってるんでしょうけど、他にやり方ありますよねっていう。そこも共通してる。まだね、なんかレインボーマンとかの方がね、なんか理にかなった活動をしてる気がしますよね。なんかね。レインボーマンはちゃんと信念とか、理念を感じますけど。はい。このヘラルド版の月光仮面は、すごい茶人というか、趣味人というか。うん、なんか、ちょっとバットマンっぽい。かなりですけどね。バットマンも自分が金持ちなのをね、いいことに人助けしちゃおうみたいな。で、こんな格好してみようみたいな。そうですよ。まあ、かなりそうですね。敵もね、その、なんか、あの、いろんなことがあって、ちょっと、歪んでしまわれた方っていう。そう、歪んでしまわれた方。いやいやいや、歪んでしまわれた方。なぜ敬語みたいな、立派な、立派ではないですけど、信念をお持ちなんで。はい。鈴木瑞穂なんですから。まあそうですよね。鈴木瑞穂ならいいのかって話ですけど。いいのか、いや、よくはないと思いますよ。決してね。これまあすごくこう、河内後半戦線の筋が通り過ぎてしまった映画。そうですね。あの、ヘルメットになったじゃないですか、映画版のやつ、ヘラルド版のやつって。あれって、あの、アニメの影響っていうかあるんですかね。ていうかもうほぼアニメですよね。アニメの月光仮面でヘルメットになったじゃないですか、どう、まあいや、歌っちゃダメだ。歌いそうになっちゃったけど。あ、ジャスラクさんに怒られる。はい、あれのイメージがやっぱり、あの、当然月光仮面って我々でもリアルタイムじゃないんで、アニメの月光仮面がなんとなくこう最初に見た月光仮面なイメージなんですけど。オートバイも含めて、やっぱり基本的にアニメの月光仮面のある意味実写化っていうところもありますけどね。ですよね。そんな感じが、すごい。まあ、だからヘルメットなのかな、みたいな。昭和30年代の月光仮面というよりは、あの、正義を愛する者月光仮面。あ、はいはい。正義を愛する者月光仮面。はい。放送の、あれの実写化に近いですけどね。うん。まあ、ただあっちはもう変身ヒーローブームの渦中だったんで。はいはいはい、はい。敵が全部怪人でしたけど。そうですね。そうまあ、アニメだから、まあ、何でもできるから、やっちゃえやっちゃえでしょうけど。月光仮面像は、どちらかというと、アニメを実写にしてみたという。まあ、だからかっこいいんですけど。うん、うん。個人的にね、あの頃のそのリメイクのデザインでいいなって思うのは、あの、この辺にね、無駄なアーマーがないのが個人的ですよ。ああ、はいはいはい。わかりますね。どんなヒーローでも、この辺アーマーになるじゃないですか。今はね。持っちゃって、まあ、かっこいいのはわかるんですけど、
じゃなくて、シンプルなね、本当にタイツの、もう戦隊だけになっちゃいましたけど、まあ、戦隊ヒーローもね、グレードアップするとすぐアーマーになっちゃうんで、はいはいはい。アーマーにならない、こう、何でしょう、タイツだけで勝負するヒーローもまたいいんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、代表的なのはタイガーセブンですかね。あれはアーマーがあった方が。むしろ。あれも完全にアーマーないで、ただの虎人間ですから。そうです。だから、ライオン丸が見事だったのは、はいはい、戦国時代の胸当てがね、あるじゃないですか。はいはい。あれをつけてたのが、よかったですよね。あの、ね、本物のアーマーですけどね、和製の。まあ、どうしてもあの西洋甲冑っぽいのが今の。そうなんですよ。やっぱり全部あれガロから来てるんですかね、ガロ。でもなんか いつしかああなった感じですね。でもガロから来てるっていうと、ね、もうあの、系譜としては雨宮啓太さんの系譜になってしまうんですけど。はいはいはい、はい。まあでも、やっぱり80年代後半以降の、あの、潮流ですよね。うんうんうん、まあまあ戦隊にもやっぱりそういう怪人みたいなのがいっぱい出てきた時代ですもんね。まあそう、ほら、セイントセイヤですよ。ああ、そうか。セイントセイヤか。セイントクロスがやっぱりかっこよくて、まあ、はいはい、ハウルしたんで、以降戦士にはアーマーをつけようってことになって、どんどん。ね、まあ、それはそれでかっこよくていいんですけど、ああいうシンプルなタイツだけのね、等身大単体ヒーローがいてもいいのかなって。思うんだけどね、まあまあ最近はちょっとね、あの盛りすぎな感じはちょっとしますんで ね、ちょっとねゴテゴテしすぎて、あの我々が子供の頃の鳥獣とかですね、嫌いではないんですけど、鳥獣とか鳥獣みたいになりつつあるなっていう、なりつつあるなってか、うん、なってるなって感じなんですよ。もっとシンプルなものも見直してほしいなって思いますけど。そうですね。まあ、どっちも、なんか特撮もはちょっとごてごてに、どんどんなってきますね、なんか。そうですね。まあ、関連玩具をね、売らないといけないので、それはもう、致し方ないことだとは思うんですけど。はい。まあ、でも、だいぶ月光仮面からヒーロー論に変わってますけど、例えば、星雲仮面マシンマンという番組がありましたし。ああ、懐かしいですね、マシンマン。はいはいはい。ああいうものもやっぱり時々、まあ、マシンマンだってね、すごいスーパーマシン乗るじゃないですか、マシンマン。はい、乗りますね。まあ、あれぐらいでやめとくものもいいんじゃないのっていう。うん。まあ、シンプルさを残してますからね、マシンマン。敵に至っては、後半人間になっちゃうんで。はいはいはい。まあ、それはそれで非常に面白かったんで。うん、だやっぱりそのね、オール怪獣大進撃、ゴジラ大概がまた話が通じてしまうんですけど、幅の広さですよね。ですね、うん。こういうやつがいてもいいじゃないかっていうのがね、あまりにもちょっとね、もともと日本ってこう異分子を排絶する文化ですけど、ね、それがなんかどんどん先鋭化されてる気がするんで、うん、もうちょっと異分子入れないっていうですね。ですね。まあ、特撮に至ってはね、もう今数があんまりないですからね。バリエーションが増やせないっていうのはあるかもしれないですけどね。まあ、ライダー、戦隊、ウルトラマン以上終了なので。まあ、あと、ガロが、まさしくガロがありますけど。そうですね。最近天宮さんと一緒に、監督されてる金田龍さんって。ああ、はい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 。はい。うん、学生時の先輩だったっていうのに、ね、ちょっと気がつきまして。出た。広瀬さんに続く、気がつかない、荒木健二の気がつかない有名人シリーズ。気がつかない。まあ、てか、面識はね、ほぼないんですよ。ほうほう。でも、あ、先輩だと思って。はいはい。進行が同じだったっていうね。あの方ほら、満月の口づけっていう。はいはいはい。そうです。名作。あれがデビュー作なんですけど、はい、母校でと撮影されてまして。はいはい。あ、なんか、ちょっと会ってみたいなとか、なんか、今ちょっと思ってますけど。ああ、そういうことなんですね。まだお会いには会ってない。まあ、会ってないです。いや、これをご覧いただいて、どっかで
金田さんにチャンスを、なんで金田さんが作んなきゃいけないんだっていう話ですか。ちょっと会いたいなと思って。会いたいっつって必ず会うもんじゃないよとかですね。そんな、そうです。金田さんサイドの気持ちを代弁してもしょうがないんですが。まあ、全然、超脱線なんで別にあれですけど。ここは絶対カットしてほしいな。見せたから何だった話なんですか。予算といえど。まあ、あとそうですね、この映画で、まあ他にも見どころ、だから見どころは最後にブラザートムさんが出てくるところですかね。あれ出てきましたっけ、ブラザートムさんなんて。覚えてないぞ、そこ。お笑い時代のトムさんが。小柳トムさん時代ですね。トムさんが出てらっしゃる、あの、まさに全盛期ですよ。ああ、はいはい。あの、何でしたっけ、あれお笑いスター誕生に出た頃の。ええ、だから、あのまんま出てきます。そうなんでしょうね。そうなんでしょうね。で、最後に、月光仮面待てーっつって終わる。おまわりさんなんですね。それはどうでしょう。あの当時、トムさんだ。あの当時のあのまんまで出てきた。この役だよね。選択の余地がむしろないっていう。そうだね。もう懐かしい人にはもう懐かしくてたまらないラストシーンなんですけど、同時にぶち壊しだなとも思ったんですけど、はいはい、そこでギャグ入れてどうするみたいなね。ああ、確かにそんなような終わりだったよね。もう一回見直してみたいな。あれバーンって言って月光仮面追いかけろってポップの主題歌が流れて終わるっていう、はい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 、あの主題歌かっこいいですよね。いよいよ今聞いても。うん、全然好きです。オープニングが、昔の。そうです、そうです。いわゆる、あの主題歌が流れて、で、エンディングは、新しい曲が流れる。あれ、あの流れすごい好きですけどね。うん、ただ、いいんですけど、予告編で流れてたのって、かっこいい方じゃないですか。かっこいい方じゃないですかって語弊がありますけど、新しく作った方じゃないですか。はいはいはい。ボック調の。で、てっきり冒頭であれが流れると思ったら、昔ながらの月光仮面が流れて、ちょっとずっこけたんですけど。ああ、まあ。しかも、子供歌ってますしね。そうだそうだ。オリジナルを通して。素晴らしい映画ですけど、そういう意味では。ちょっとオリジナルに敬意を払ってる。まあ、オリジナルのね、原作者自ら、シノプシスから、脚本から書かれてますから。確かにね、あれ、そうそう、うん、確かに昔の曲が。そうだからちょっとね、ちょっと合ってないんですよね。やっぱり、ちょっと洗練されちゃってるから。ちょっとね、うん。いい歌なんですけど。実はいい歌なんですけど。いい歌なんですけど、あの時代のあの絵に合ってないという。そうそう。だから、でね、ヘリで空撮して、こう、の追っていくのはもうぴったりでしたけど。あれはもう、最後はもうぴったりですよ。ええ。なんですけど、その直前にね、直前にそうか、あれ、小柳トムさんだったんだな。何の罪もない、非もないんですけど、なんかね、あれ多分、終わらない人が出てきた。え、ちょっと待ってっていう。今まで見た記憶がどんどん飛ぶぞ、みたいな。まあ、80年代ってやっぱりそういうの多かったですよね。1984ゴジラにも武田鉄矢さんが出られてて、結構コメディリリーフみたいな感じで出てくるんですけど、あれはいらないなってみんな思ったじゃないですか。そうですね。武田さんには何の罪もひも。何の罪もないんですけど、なんかああいうセリフ言うじゃないですか。なんかこのバカチンガみたいなことを言う。それもなんか思いっきりなんかこのゴジラには合ってないなって感じだったです。そうですね。割と特番とかその辺でね、あのシーン。そうそう。抜いてやってたんで。それを見ると、金八先生は悪くない、金八先生は悪くないって思いながら。まあ多分ね、もうちょっとゴジラじゃない、なんかゴジラファンじゃない人にも見てほしいっていうので、ああいうシーンを入れたんでしょうけど、なんとなくなーって。狙いはね、わかるんですけど。で、割とキーパーソンにもなってたんで。はいはい。だからまあ、今見ると本当に懐かしいので。はいはいはい。当時はちょっとね。うん、ちょっと、
なんだろうな、みたいな。なんか、あの、影田さん、単体で追いかけられてるシーンあったじゃないですか。あれもちょっと、いや、劇的すぎていらないよって思っちゃいますよね、当時ね。これいるって思いましたよね。細くなっちゃってるんで。そうなんですよ、そうなんですよ。それまでね、もう、小林慶寿さんとかね、もう、それこそ織本純吉さんとか、もう、あの時代の閣僚俳優たちが、こぞって核について論議した後。そう、論議してた。いきなり、まあ、緩和させるためみたいなのもあったんでしょうけど、いや、いらないっていう。だからね、あの月光仮面でもね、トムさん何も悪くないのに、あーっていう、大衆に迎合したかみたいなことをですね、思ってしまって終わって、で、その後、おじゃ漫画山田くんを見たら、それはそれで楽しいので、だあの、鑑賞後 の感想としては、恐竜パーション伝説とドカベンに近いんですよ。ああ、なるほど、なるほど。なるほど。決まったって。メインが吹っ飛んだっていうね。ああ。なるほどね。ドカベン面白かったね、みたいな。やったーと、恐竜会長のメモリーがだいぶ侵食されたって。何せ、あの、ビデオがないので。はいはい。そう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 、そう。いつも二度と。よく、その昔、まあ、そのテレビでやってたアニメだったり特撮だったりとかって見てる、よく覚えてんなって逆に思います。いやだってもう命がシルバーキックは命がけですよ、はあ、そうシルバーカメまで行ったなんだそのわけのわかんない例えはっていうね。シルバーカメ、いやいや、だ今テレビ番組のドラマとか今見てて、あの、まあ、ほら、好きなやつは録画とかするじゃないですか。録画して見直さないと思い出せないですもんね。思い出せませんね。ええ。無理です。ガキの頃よくあれで覚えてて、昨日のマジンガー Z だったねとかって言えたなとか思って。いやいや、すごいですよ。本当に。天才少年ですよ、みんな。みんなね、なんか言えないわって。全員集合とかなんてもう、フル再生じゃないですか。うん、フル再生ですよ、フル再生。あの、ここにディスク入ってますみたいな勢いじゃないですか。細かいとこまで。もう、こう、あの、後半の、後半行ってみようっていうのも全部今度覚えてて。ゲストもほぼ覚えてましたしね。全部覚えてます。西村さんのアドリブも当然ね、加藤ちゃんとか覚えてます、ね。あれすごいですよね。うん、エマ可愛いね、みたいな。で、割とほら、そんな、シーンと言いますけど、そんなのあったとかも言われずに、そうそうってなるんで。そうそうそう。すごいですよね。あれすごいですよ。はい、そうなんですね。まあ、確かに、あ、で翌日じゃないですもんね。そうですよ。日曜日挟んで月曜日ですから、前週もなんかは。なんで話せたんだろうな。どんだけ覚えてんだよ、お前らっていう。しかも、その後に、やっぱりその、まあ、時代によってちょっと違いますけど、日曜日にももうイベント盛りだくさんじゃないですか。いやいや、もう、朝。サザエさんあって、マジンガー Z とかあって、まあ、6じゃポールのミラクル大冒険があったりとかですね。なんかいろいろあるわけですよ。そういうのも全部覚えて、月曜日に学校行くわけじゃないですか。再生するっていう。そうそう、ね、再生合戦が。お互いのね。お互いの。だから V 出しですよね。それぞれ。V 出し、V 出し。俺グレンダイザーとか。そう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 。はい、VTR って。ここ、ここ、ここです。で、その話を聞いてる友達がワイプでこの辺にポコポコあるわけ。いげえよとかね、やっぱカトちゃんだよとか言ってくるんですよね。そう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 。とか言って、うるさいと。よく覚えてられたなって思いますよ。いや、だからやっぱりね、この一撃に命をかけろじゃないですけど。またそういう例えですか。一撃に命をかけろってサブタイトルありましたっけ？なんかありましたよね、なんか。あ、この一撃にはあるな。まあいいや。うん、あります。とにかく集中力がすごかったんですよね。これを見た、うん。でも子供ってね、すぐ飽きるじゃないですか。ね、だから飽きさせなかったんだからすごいですよね。本当に。本当にいくら娯楽がね、
少ない時代とはいえ。まあ、なんか今から思うと、娯楽って少なかったのっていう疑問すら感じます。あんだけあったんですよ。そうですね。今の子供たちの方が、まあ今ゲームとかね、あるんであれなのかもしれないですけど、コンテンツの量で言ったら昔の方が断然多かったんじゃないのっていう。まあ、多かったですし、いわゆるデジタル化されないおもちゃも多かったじゃないですか。はいはいはい。まあ、それこそ航空ヨーヨーとかもありましたし、はいはいはい。それこそスーパーカー消しゴムボックスボールペンもありましたし、はい、ボクシーでポンみたいなね。ありましたし。もうだから、フィンガーポップ、スロード。スロードが流行ったのかな、まあいい、まあまあ、はい。フィンガーポップスってそういえば何が面白かったんですかね。何が面白かったんですかね、あれ、本当に。やってて言うのもちょっと。なんか異様に流行ってましたけどね。ヨーヨーは全然今でも楽しいじゃないですか。うん、ヨーヨーは楽しいです。なんか、フィンガーポップスを今やる気にならないんで。ヨーヨーはね、なんか、ちょっと今、まあ、別に無理に買いやしませんけど、うん、はめちゃうとシューシューってやりますから、ね。けん玉もね、普通にこう。けん玉も、わっとって、なんかちょっと練習しちゃったりしてるのが。フィンガーポップスのね、面白さがちょっとね、まあ今それを悩んでもしょうがないんですけど。ですね。デコ画面ですからね。まあそういうような時代のものですよね。そうですね。まあでもデコ画面ってやっぱり元祖ヒーローであり、日本の元祖テレビドラマだったりとかもするわけですよね。それがまあ80年代のまあバブル直前の日本で現れたっていうのもなんかちょっと。そうですね。だから、月光仮面ってやっぱりパイオニアなんですよ。はいはいはい。その最初にアニメ化された、アニメリメイク化されたテレビ実写ヒーローでもありますし、はいはいはい。構成風に映画化されたヒーローでもあるんで、だから、いわゆるその90年代、2000年代のスタンダードを全て最初にやったんですね。うんうん。で、アマツさえそのヘラルド版月光仮面に関しては、90年代の大犯罪まで予言してたという。はいはい。世界的な、もう世界的と言っていいですよね、これはね。そうですね、これは。うん。こんなものまで予言してるんで、まあ、月光仮面と川内浩範先生の凄さというか。まあ、そこですね。偉大なるファースト。偉大なるスタンダード。それを、こう、味わっていただく映画というか。まあ、ちょっとそんな感じで、ぜひ、月光仮面もですね、機会がありましたら、角川から DVD も出て、レンタルもされてると思いますので、はい。ご覧いただけると、幸いかと存じます。ぜひぜひ。